ニンフルサグ or the mother creator of humans as well as the sister and wife of Enki was here in Japan Enki の姉でもあり妻でもあった人間創造の神女神中の女神ニンフルサグは kono nihon Hamama City, Japan. Wikipedia writes about Nifursag as follows. In Sumerian mythology, Nifursag was a mother goddess of the mountains and one of the seven great deities of Sumer. She is Principally a fertility goddess. Her hair is sometimes depicted in an omega shape, and she at times wears a horned headdress and tiered skirt, often with bow-cases at her shoulders, and not infrequently carries a mace or baton surmounted by an omega motif. Or a derivation sometimes accompanied by a lion cub on a leash. In the legend of Enki and Niflisak, Niflisak bore a daughter to Enki called Nizal or Lady Greenery. Through Enki, Nizal bore a daughter, Nikula. Nikula, in turn, bore Enki a daughter named Utu. Enki then pursued Utu, who was upset because he didn't care for her. Utu, on her ancestress niflheg's advice, buried enki's seed in the earth, whereupon eight plants, the very first, sprang up. enki, seeing the plants, ate them and became ill in eight organs of his body. Nifusag cured him, taking the plants in her body and giving birth to eight deities, Abu, Nintsura, Ninsutsu, Ninkashi, Nanshe, Ajemua, Ninch, and Enshag. In Japanese 神々の世界は人間の世界とはは違います。神々は基本的には無性えつまり良性具有的な無性つまり性そのものがありませんでしたそれはともかくもシュメールの神々についてその系図を簡単に説明しておきます頂点上に立つのがアヌオウです キング・アヌあるいいはアンと呼ばれていますそして左にいるのがニーフル・サグです科学者でしたそしてその弟あるいは夫でもあったのがエン・ティということになりますそして右にいるのがエン・ディルですアヌ王の正妻の子供つまりアヌ王の正当な王位継承者ということになりますそして下の方に行きましてイナンナ・イシタールですね そして「鬱が2つに分かれて書かれてますけれどもここに「鬱が登場します神々の世界は大変複雑に入り組んでいるということです日本の埴輪を紹介します埴輪の中にはこのような奇妙な埴輪が残っていますこの埴輪の腕と手に注意してくださいそして、 スカートにも注意してください。だんだんスカートを身につけています。この腕と手、ぐにゃっと曲がって、手のひらがないように見えますが、よく見ると、指先が3本あるようにも見えます。これはエジプト周辺で見つかっている土偶です。やはり手がぐにゃっと曲がって、まあ、手のひらがですね、先が細くなっているのがわかります。そして、異様に太い。 腰ですね。まあ、こうした土偶がエジプト周辺で見つかっています、まあ、これについてですねこれが誰であるかについては明らかではありませんが右がシュメールに残っているニンフルサグ像です腕と手に注意してくださいコンセプトが全く同じですそして太い大腿部ですね太い首つまりこのように エジプトの発掘物とニーフルサグがですね形状的に一致しているということです延期の姉でもあり妻でもありましたそしてそのコンセプトと同じコンセプトを持っているのが日本の埴輪ということになります注意深くご覧くださいそしてだんだんスカートを履いていますね以上のような共通点から 日本のこの埴輪はインフルサグを表現したものであると私林博士は考えています続く動画の中でそれについて詳しく説明します皆さんも今持っている日本の常識を一度根底からひっくり返してみませんか常識ほどあてに ならないものはないということです The most confused you will ever get is when you try to convince your heart and spirit of something your mind knows is a lie. Shannon L. a l d 一番混乱するときというのはね、心の中で嘘と知っていることを自分に言って納得させるときだよ。Shannon L. a l d Common sense is what tells us the earth is flat Stuart chase chichuwa Taidadto itegoran soreenga Joshkino nakamidayo, chase It was not curiosity that killed the goose. Who laid the golden egg? But an insatiable greed that devoured common sense.E.A.V.Cannery 金の卵を産む鶏を殺したのは好奇心ではなかったんだよ。常識をむさぼりく貪欲さだったんだよ。E.A.V.Cannery Common sense ain't common. Will Rogers. 常識だとというものはね、決して不変じゃないよ. Will Rogers. Common sense is seeing things as they are and doing things as they ought to be. ハリエット・ビーチャー・ストウ常識というのはね、ね物事をあるがままに見ることだよ。そして、それがあるべきようにそれをすることだよ。ハリエット・ビーチャー・ストウ common sense is judgment without reflection shared by An entire class, an entire nation, or the entire human race. ギャム・バチスタ・ヴィコ。常識などというものはね、考えないで物を判断することだよ。階級の中でも、国の中でも、そして人間の中でもね。ギャム・バチスタ・ヴィコ。 Common sense is part of the home-made ideology of those who have been deprived of fundamental learning of those who have been kept ignorant.John Berger 常識というのはね、基本的な学力を奪われた人たちが持つ家の中でできたイデオロギーのようなものだよ。つまり、無知な人のままでいるためのね。John バーガー。18. アルバート・アインシュタイン。常識などというものはね、その人が18歳の時までに持った偏見の塊だよ。アルバート・アインシュタイン。 Common sense is a convenient tool with which we can skip our reflection. ヒロシ、林。常識というのはね、考える力を省くための便利な道具だよ。林、ヒロシ。 まず皆さんにアフラマズダーのレリーフを見ていただきます。向かって右側、真剣を表す棒、つまり尺を持っているのがアフラマズダーです。そのアフラマズダーの足に注意してください。どこかおかしいですね。脚部がですね、そのまま丸くなって終わっています。つまり 私たちが言うですね、足がありません。上は人間が馬にまたがった様子を描いたものです。あぶみが描かれています。そして足があります。しかし、アフラ・マズダーの足には、つまり足がありません。これがアフラ・マズダーの実像ということになります。大切なことは、あるがままに、 それを受け入れていくということではないでしょうか。みんなバビロニアで見つかっている土偶だと思いますけども、やはり足が同じように表現されています。足がありません。大切なことは、まずそこにある事実をあるがままに認め、その上で物事を考えていくということではないでしょうか。 同じような像が日本でも作られていました。埴輪です。手の先を見てください。スーッと流れて終わってますね。そして関節がないように見えます。同じような像がエジプトでも作られています。やはり手の先がスーッと流れて終わっています。まあ、こうした像を見たときにですね、 こうした像は芸術家のクリエイティブなマインドによって作られたと考えてしまうのはどうかと思います。つまり同じような像が世界中で見つかっているということです。まあ、こうした事実をですね、積み重ねてその中から合理的な理論を引き出していく。それが大切だと私は考えます。 で、足も同じようにスーッと流れて終わっていると考えるのはごく自然なことだと思います。手と足は同じように作られているということになります。そして、一番右の埴輪へと袖が繋がっています。注意深くご覧ください。 そこで少し掘り下げて考えてみます。先ほどのアフラマズダーのレリーフです。向かって右側にいるのがアフラマズダー。そして手に真剣を表す尺を持っています。それで中央にいるのがアルダシール一世王ですね。で、今度はそのアフラマズダーが持っている和、つまり王剣を表すリングに注意してください。 リボン付きのリングです。王権リングですね。で、これを渡された王は、その土地を支配できるということになります。そのシンボルが、この王権リングということになります。まあ、短冊といいますか、リボンのようなものが付いていたと考えられます。で、これは、コスロー2世、ペルシャ帝国最後の王と言われていますけども、中央にそのコスロー2世が 彫刻されていますそして、やはり同じように、この場合は向かって右側の穴引いたから、王権リングを渡されています。この王権リングに注意してください。大変精緻に彫刻されています。そして、それと同じリングが、長野県の糸尻の考古館にある土器ということになってますけれども、土器の最上部に彫られています。全く同じです。和というよりも、 螺旋形の輪とということになります形も、そして模様も同じです。すなあち、長野県の糸尻の考古館に展示してあるこれは、土器ではなく、土偶の一部だということになります。で、この王剣リングは、どうやら、頭の後ろにつけて、まあ、飾った、飾られたようです。アフラーマズダーの頭の後ろを見てください。同じような短冊が、 後部に流れているのがわかります。つまり、王権リング。リボン付きの王権リングはこのようにして頭の後ろにつけたということですね。そのコンセプトは、右側の井戸人の高校館にあります土器なる土偶のコンセプトと一致します。そして、一風変わったローブのようなものを身につけています。そして、頭の横にはポコンポコンと髪の毛まで表現されていますが、その手を見ていただきたいと思います。 手のひらがなく、やはりくるくるくるっと巻いています。そしてその形は、先ほどお見せしましたアフラマズダーの足と同じです。比較してみてください。いわゆる脚部はあるんですけども、足の、足がないわけですね。日本語では両方とも足と言いますけども、足がないわけです。つまり、レッグはありますけども、フットがないわけです。こうしてつながっていくわけです。つまり、左がアフラマズダーであるならば、 右の、まあ、この、土偶もですね、アフラ・マズダーの一部と考えるのが、自然ということになります。もう一度、この、井戸尻、考古館にあります、像を見てください。このような形になっているんですね。そして手の先を見てください。くるっと巻いています。バビロニアで見つかった像と一致します。これが、事実なんですね。 そしてもう一度比べていただきます。左がアフラマズダを表したリリーフです。そして右が日本にある糸尻の交互間にある土器、土偶ですね。そして頭の部分もあります。ただし、これは日本では香炉となっていますけども、これは逆さまに置いてあります。そして頭を比較してみてください。顔が一致します。つまり右の 土器なるものは土器ではなくて、二、えー、つ一組の土偶であるということを示します。そしてそれはまさしくアフラマザーということになります。繰り返します。日本ではこのように展示してあります。何でもかんでも逆さまに置くのが日本の風習のようです。それはともかくも、これをこのように据え付けてみますと、ちょうど大きさもぴったりと合います。そして、 その姿はアフラマズダーということになります。そしてその井戸尻高校館にある像と大変よく似た像がエジプトでも見つかっています。ギサ高原でこのようなアーティファクトが見つかっています。異様に大きな目、細い顎、 細い首、あるいは生命維持装置のようなものであったかもしれません。で、比較してみますと、作り方、形が大変よく似ているのがわかります。中央に、まあ、鼻ですよね。左の方は私はマスクであると判断しています、えー。後でこれ紹介しますけども、いわゆる釈迦堂でも同じような、まあ、香路が見つかっています。 航路なんかではありませんね。その証拠に右のゲザ高原で見つかっているこのアーティファクトの横にはこのような謎めいた物体が彫刻されています。これは誰が見ても、誰が見ても UFO ですね。今でいう UFO です。つまり、このような形で右のアーティファクトはですね、人間ではない。つまり、 エイリアンであるということを示しています。そして一番左が釈迦堂でに展示してあります。やはり航路ということになりますけれども、これは航路ではありませんね。逆さまにしてみますと、右二つのアーティファクトと大変よく似ているのがわかります。そしてこのように置き直してみますと、それはそのまま右のレディーフのアフラーマズダーのそれと一致します。 つまり、井戸尻高校館に飾られている、この土器なるものは、アフラマズダーそのものであるということになります。ただ、レリーフなどによればですね、オーバーオールのヘルメットをかぶった像で描かれることが多いです。そして、左は、これは甲府の県立高校博物館に展示してあります像ですけども、やはり髪の毛の 表現の仕方などが一致します。そして頭の後ろには、いわゆるオーケンリングが表現されています。つまり、古代の神々には手のひらがなかったということになります。同時に足もなかったということになります。これはニムルードに残るレリーフですけれども、そのため古代の神々は、例えば、 歩くときには歩行補助装置を必要としたということになります。これが歩行補助装置です。今赤枠で囲ったのがサンダルです。そしてこの黄色い部分が本来の足ということになります。そしてふくらはぎの部分は歩行補助装置ということになります。異様に細い足であったということですね。これ赤い部分が歩行補助装置。 であったと考えられます。その証拠に、その間には隙間があり、その向こうの衣服がそのままあ透けて見えます。この赤枠の部分に注意してください。黄色い部分が本来の足であり、赤い部分が歩行補助装置ということになります。そしてその向こうに衣服の一部が見えて、見えています。横線も一致している点に注意してください。えつまり、古代の神々は、 このような歩行補助装置を必要としたということです。その理由はもうわかりですね。先ほどお見せしましたように、まあ人間でいうフットそのものがありません。ですから歩行補助装置を必要としたということになります。この事実をどうか皆さん軽く考えないでください。つまり古代の神々が何であったかを知る大変 重要な手がかりとなる事実です。そしてこれが現在人間が使っている歩行補助装置です。で、アフラマズダーの話をしておきたいと思います。これはペルセポリスに残る世界最古のアフラマズダーのレリーフです。アフラマズダーですけども、 これは乗り物なのか、それともアフラマズザーの羽なのか判断しかねています。上がホルス。まあ、エジプトの神ですけども、ホルスです。下がアフラマズザーです。同じコンセプトで作られているのがわかります。まあ、船であるんですよ。これ3人乗ってるのも表現されてるんですね。バビロニアで見つかっているレディフにはそういうものがあります。ですから、 これ全体が船であったのか、それともアフラマズダー自身についていた羽なのか判断しかれますけれども、まあ、ともかくもアフラマズダーの下のくるくるっと巻いたのが私は足のように思います。つまり、まあ、それを象徴的にですね、このような形で今赤丸つけましたけれども、表現してあるのではないかと私、林博氏は考えています。ともかくも少なくとも言えることはですね、アフラマズダーは左の ような歩行補助装置なくしては、この地球上を歩くことができなかったということになります。あるいはアフラ・マズダーの名を使った古代の神々、いわゆる、まあ、エイリアンであった可能性もあります。その部分についても判断しかねていますけれども、要するにこうして並べてみていただきますと、まあ、異様に細い足が共通点、共通性を持って表現されているということですね。そしてその様子がこうした まあ、レリーフの中にも表現されているということです。この足の部分を注意深くご覧ください。これが皆さん事実だということですね。そして同時に冒頭で言いましたように私たちの持っている常識をですね、一度ひっくり返して考えてみる必要があるということです。そういった意味でもう一度この動画を皆さんにご覧いただきました。続いて三性体の アーティファクトの謎について考えてみます。どうかご覧になってください。Bye for now. Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about San Sing Tui. According to a legend in China, the Finan Chi, or Fuzuksu in Japanese, relates Nu and to the time when heaven and earth were in disruption as follows. Going back to more ancient times, the four pillars were broken, the nine provinces were in tatters. Heaven did not completely cover, earth did not herd up heaven all the way around its circumference. Fire blazed out of control and could not be extinguished, water flooded in great expanses and would not recede. Ferocious animals ate blameless people, predatory birds snatched the elderly and the weak. Thereupon, Noah smitted together five colored stones in order to patch up the azure sky, cut off the legs of the great turtle to set them up as the four pillars, killed the black dragon to provide relief for g province, and piled up rees and cinders to stop the surging waters. the azure sky was patched, the four pillars were set up, the surging waters were drained, the province of ji were tranquil, crafty vermin died off, braham's people preserved their lives. this is the beginning of the history of china, as well as the history of human beings. 女花は古代中国神話に登場する土と縄で人類を創造したとされる女神を言います。姿は頭は人間、体は蛇と描写されています。福義とは兄、妹、または夫婦と考えられています。祖地天文には女花以前には人はいなかったと書かれており、人間を作った創造神と考えられています。五漢時代に編集された 風俗通によると、王道、つまり、黄色い土をこねて作った人間がキ人つまり、尊い人であり、数を増やすため、縄で泥を跳ね上げた飛沫から生まれた人間が、凡庸な人であると考えられています。また、70回生き返ることもあり、農業神としての性格も持っています。次のような伝説が残っています。遠い遠い昔、 天を支える四極の中、つまり柱が傾いて世界が裂けた。天は上空からずれてしまい、地も全てを乗せたままではいられなくなった。火災や洪水が止まず、猛獣どもが人を襲い食う破滅的な状態となった。ョカは五色の石で天を補修し、大亀の足で支中に変え、黒竜の体で土地を修復し、足の灰で、 洪水を抑えたとあります以上が中国に残る伝説ですが、その伝説に基づいて三世代遺跡について語られています。つまり、三世代遺跡の発掘物は除花であり複儀であると。が本当にそうでしょうか私、林博士の説はかなり違います。中国の伝説とて、世界の神々の歴史のほんの一部にしか過ぎません。 また、そうした視点で見ない限り、三世帯遺跡の謎を解くことはできません。いつまでも同じ迷路の中を堂々巡りするだけです。ジョカと福に、今日はその謎について考えてみます。ヒロシ・ハヤシ、we present you a story of history of God. And today's story is about El Shaddai, the God of the gods in Christianity. But nobody knows who El Shaddai is. They just say the Almighty Shaddai. The most simple translation is God El, the Almighty One, Shaddai, to clearly differentiate the one true God from other gods as El was a common term for any god at that time, age and area. According to the Old Testament, El Shaddai is first found in Genesis chapter 17, where the Lord appeared to Abraham for the sixth time and then changed his name to Abraham. But strange to say, no Christian people know who El Shaddai is. El 17章てす L は神を意味し、ダイは全知全能なるものを意味します。つまり、他の神々とは違う唯一真実の神という意味です。なお、L というのは古今東西、神を意味する一般的な名詞です。が、全知全能の神というだけで、キリスト教徒の人たちでさえ、エャダイが誰,誰であるか知りません。つい先日、バチカン美術館という本が発刊されました。 今日の物語はその本で始まります。冒頭の13ページに載っている絵が今ご覧いただいている絵ですが、この絵の中には女神中の女神、イシュタール、太陽の神、シャマーシュ、それにアッシリアの生命の木の模様が織り込んであります。イシュタールというのは言うまでもなく、キリスト教で言うマリアを指します。イシュタールのヘブライ名はマリアです。そのマリアはローマ時代にイースターと名を書いて言います。 現在、ローマンカトリックでは、イースターが最大の祭りになっているのはそのためです。つまり、このバチカン美術館という本は、そのことを知っていたか知ってか知らずか、イスタール、シャマーシそれに生命の木のシンボルマークで飾った絵を冒頭に載せています。つまり、これだけでもキリスト教が教える全知全能の神が誰であるかわかりますが、ここではもう少し話を先に進めます。 で、ご覧になっていただくとわかりますように、シャーマー氏の太陽をかたどったシンボルマークは、現在、バチカンの内外で広く使われています。一方、金星をかたどったイシュタールのシンボルマークは、私が探した限り、それとわかるものはありません。最もっとも、八方向に伸びる光線ですから、ありふれたシンボルマークということになります。が、イシュタールとシャーマー氏のシンボルマークを合体させたマークは、カトリックの祭壇の、まあ、の、もう、 シンボルマークとして広く使われています。日本にも縁の深いイエズス会のマークとしても使われています。あのフランシスコ・ザビエルはこのシンボルマークを掲げて戦国時代に日本にやってきました。画面を見ながら説明します。今ここに見ていただいているのが中央にバウンダリーストーンですね。そして左にシャマーシの文章、右にイスターの文章です。このシャマーシの文章はローマンカトリックの中ではあちこちに使われています。 あまあ、八方向に呼びますけども、十字に間にもう一本ずつですね、光線があるわけですね。こうして、まあ、これがシャーマーシの文章がですね、このように使われているということですよね。なわち、イエス・キリストはシャーマーシであるということを、まあ、このようにして、まあ、表現しているわけです。太陽の神、シャーマーシです。民が金星を表しました。ヴィーナスですね。ヴィーナス、松、ま、の、あ、金星ですね、えー。イスタールの文章です。まあ、このように、まあ、文章が使われるそしてその二つの まあ、シンボルマークを合体したのが、カトリックの祭壇の、祭壇に使われているシンボルマークとして使われています。で、その模様、まあ、マークがですね、実はイエズス会のマークにも使われています。で、このマークを掲げて、フランシス・グラベルが日本へやってきました。で、ここで、松ぼっくりの話をします。なぜ、松ぼっくりの話をするかというとですね、キリスト教がですね、古代、まあ、シュメール、それからバビロニア、 メソポタミア、そしてアッシリアと深い関係があったということを、まず皆さんにしておいていただきたいからです。これがサンペエトロ広場ですね。ここにもシャーマシの模様がありますけれども、バチカンの方はですね、これをですね、下市当時の太陽の日没、日の出の方向を示しているというふうに説明しています。 で、もう、まあ、これサインペトロヒルはですね、そしてその下に松ぼっくりが出てきます。いわゆるパインコーンですね。でなぜこのパインコーンがあるかって言いますとす、ね、これは大変興味深いことにですね、いわゆる人間の脳みそにとってもこの消化体っていうのは、まあ、コンピューターに例えるならば CPU に当たるわけですね。 今ご覧いただいているのは、これ、ローマ時代にできた3階建ての建物ほどある大きな巨大な松ぼっくりです。なぜこんなものがあるかと言いますと、実はこの、いわゆるパインコーンはですね、世界中で見つかっています。エジプトでも、それからガンダーラでも見つかってますね。それから、大変興味深いことにですね、南米でも見つかっているんですよ。一番左はこれは、あの、 シュメルの神のが,がですね、今、マスボックリを右手に持ってますね。で、今出てきたのは、これが南米で見つかっているマスボックリです。まあ、このようにマスボックリいうのは世界中で見つかっているわけですね。すなわち、まあ、神のになって言いますかね。いわゆる人間に授けたインテリジャンスのね、象徴的な、まあ、アイテムということになるわけですね。 右の左はですね、これ、クロップサークルに描かれた松ぼっくりです。で、この、あバチカン美術館という本もですね、この背にですね、やはりこの松ぼっくりを飾っています。まあ、それだけ重要ないわゆるシンボル、シンボライズのされたねあ、アイテムだということになるわけです。まあ、これがあるということ自体がですね、カトリックが、いわゆるその、ローマンカトリックがですね、古代ペルシャと深くつながっていたということになるわけです。でもこれ、CPU です。 CPU、人間の CPU と言いますと消化体になりますね。コンピューターの中央演算装置に相当するものです。これが人間、いわゆる生命体のですね、知的生命、の生命体ですね、生命体の、まあ、いわゆるその中枢部ってことになるわけです。それをですね、まあ、こうしてかたどったっていうふうに考えられていますけども、しかし逆に言いますと、なぜそんなことをですね、古代の人たちがしていたかってことにもなるわけですよね。いわゆるその脳みその構造というか働きまでしていたということになるわけです。で、もう一度その、 キリスト教の歴史というものを振り返ってみたいと思いますけれども、こうしてこういう流れの中からですね、 えー、シャーマーシとイスタールが組んでキリスト教を立ち上げます。で、シャーマーシはイエスという,いう名前を語りますね。ですから、イエスの30歳以前、以前のイエスというのは全く所在不明なんですね。そして、そのシュイスタールは、のヘブライ名がマリアということになります。で、イスタールは、あの、シュメールの方ではですね、えー、イナンナと呼ばれています。それからシャーマーシはウツという名前ですね。そして、バビロニアではシ、シャーマー氏イシュ、イスタールというふうに名前を変えます。お父さんが死んで、そのまたお父さんがエンリルエン とということになりますそして、その上にアヌ王がいるわけですけども、アヌ王がですね、地上へ来たときに、アフラマズダの名前を語って、まあ、活動していたというふうにも考えられます。アヌ王イコールアフラマズダということではありません。これはニネベで見つかったレリーフですけども、この、まあ、王というか神もですね、足を見ますと人、いわゆる歩行補助装置をつけていますから、まあ、エイディアンということになるわけですけども、手にですね、やはり消化体を持っています。 ま、この時代から現在のバチカンにまでその流れがつながっているということですね。これがイスタール、イナンナです。まあ、バビロニアではイスタールという名前を変えます。このイスタールをですね、形を変えますとジョモン、縄文イナンナへと変身します。で、こうしたその、まあ、ヘルメットもバビロニアで見つかっています。縄文イナンナですね。全く同じものが見つかっているということですよ。そしてこれがイ,、えー、イナンナ、イスタールとなるわけです。 で、このイスタールと、それから、あの、シャーマー氏が組んで、キリスト教を立ち上げるということですね。なあち、イスタールはもともとは日本から出ているということです。そうしますと、その神や、神の神の顔は誰かとなりますと、当然、アフラマザーということになるわけですね。えじゃあ、キリスト教はなぜアフラマザーを神としないのか、エルシャダイというのはアフラマザーとしないかというと、それなり大きな理由が一つあるわけですね。アフラマザーからザラストラがドラスタ教を起こし、そして、その流れの中からミトラがミトラ教を起こします。 そして、それに対抗してですね、対抗してですよ、シャーマ氏ーとイスタールが組んで、キリスト教を立ち上げるわけです。で、この両者は激しく対立するわけですね。この対立関係がやがて、まあ、戦争へとつながっていくわけです。で、その左の流れは、ローマンカトリック、チャーチオブローマからローマンカトリックとつながっていきます。そして、右の方は、まあ、フリーメイソンと、それから、あのー、イスラム教がどの辺りで分岐したかは、私にはわかりませんけど、まあ、こうして、ゾラスタ教、ザラスストラをね、伝えているところを見ますと、やはりこう、あのー、 この右の流れにあると私は考えています。まあこうしてこの左右の両者がですね対立します。そして衝突するわけですね。その衝突の様を表現したのがギリシャ彫刻ということになります。ギリシャ彫刻というのは古代の神々のまあ世界を表す立体彫刻ということになるわけですね。つまり立体歴史書ということになるわけですね。ですからギリシャ彫刻によればミトラの顔とアポロの顔は全く同じですね。つまりアポロとミトラは同じ神あるということをそういう形で、まあ 私たちに示しているわけです。で、もう一個ここに見て中央にあるのが、これ、ギリシャ神話における神々の図ですけど、これはあまり正確なもんじゃないと思います。上がチタン族で、下がアポ、アオリンピアン族ってこといううになるわけですね。ごめんなさい。で、オリンピアン族の長に立つのがゼウス、ヘラということになるわけですね。で、ここで衝突して、結果的にチタン族が破れるわけです。そして残ったオリンピアンが、 買って、まあ、はっきり言えば聖剣の座に着くわけですね。その時に太陽の神であったヘリオスが追い出されるわけです。そして、代わりに今度はアポロが太陽の神の座に着くわけですね。こうして両者の間の確率は決定的となるわけです。そして、まあ、今言いましたようにその流れはローマンカトリックへとながっていくわけですね。で、ヘリオス。おさらいになりますけど、右が、 したあるということになるわけですね。そしてこの二人が、組んで、そしてキリスト教を起こすと。その流れの中に、キリスト教があるというわけですね。そうしますと、やっぱり神はザラスストラの上にいるアフラマザーということになるわけですね。そんな、なあち、エルシャダイというのはアフラマザーということになるんですけども、先ほど言いましたように、まあ、両者の確率がね、まあ、戦争し、 まあ決定的になった段階でですね、まあキリスト教側のしてみれば、その今更ね、今ら神がアフラマルダーだとは言えないという立場に追い込まれたわけです。ですから、現在キリスト教ではエルシャダイ、なあち全知全能の神ということで表現してですね、その神が誰であるかということを明確にしていないわけです。なあち、まあ、キリスト教側としてはですね、 わかりやすければ、フラマザーが自分たちの神の中の神、いわゆる、いわゆる全知全能の神が誰であるかということを明らかにできないという理由がそこにあるわけです。ということで、まあ今日はエルシャダイが誰であるかということを考えてみました。Uh, thank you very much for watching and see you again next time. Bye!Hello, this is r a n s k e and Hiroshihayashi Japan. Wikipedia says as follows. Dogu clay figures are small humanoid and animal figurines made during the late Jomon period, 14,000 to 400 B.C. of prehistoric Japan. Dogu come exclusively from the Jomon period. There are various styles of Dogu depending on exclamation area and time period according to the national museum of japanese history, the total number found throughout japan is approximately 15,000. the purpose of the dogu remains unknown and should not be confused with the clay haniwa funerary object of the kofun period. however, i, hiroshiyashi, wonders if these explanations here are correct. 一風変わった土器が展示されています。が土器ではありません。土偶です。頭の部分は別のところにあります。で、今日はその謎解きに再挑戦してみますが、まず、ランスケさんからのメールをお読みください。三世帯遺跡のアーティファクトについて、手の形がバビロニアで発掘されたニンフルサグの土偶のそれに似ていると。 で、何枚かの写真を届けてくださいました。で、このことが、糸尻考古館にある土偶の謎を解くための大変重要なヒントとなりました。なお、その中国でも、これらのアーティファクトについて、初夏か、福音かという議論はなされているようですが、それ以上のことは不明となっているようです。まず、神々の歴史についてですが、ゼカリアシッチンの説を簡単に 説明しておきます。まあ、簡単に言えば、かつてこの地球はアヌー王が支配する惑星だったということです。その息子がエンキとエンリル。しかし、実際の支配権はエンリルが握っていました。地球へ来る前から、この二人の兄弟は対立関係にあったと言います。が、対立を決定的にしたのは人間の改造をめぐっての争いでした。 人間の改造を進めようとするエンキ、それに反対するエンリル。エンキは半身竜の竜族。エンリルはレプタリアン族。がやがて今から4000年ほど前、突然アヌオ以イかアヌナンキたちはこの地球を去ることになります。残ったのはエンキの息子のマルドゥク。それにエンキエンリルの孫娘のイスタール。 イスタールはエンリル派です。この両者は激しく対立します。 ま、繰り返しになりますけども、失神説によればですね、まあ、いわゆるエンリル派とエンキ派が戦ったと。エンリル派は、ま、レプタリアン族。エンキ派はリュウ族ということになります。で、これがバビロニアの神の図ですけども、頂点にいるのがイシタール。そしてその左下にいるのがエンリル、青がエンキということになりますね。エアと書いてあります。そしてその妻が、妻と言われる人がこのリンフルサングということになるわけです。そしてその息子がマルテクということになるわけですね。で、このイシタールと、 マルドックがまあ激しい対立関係に入ると。左がこれがレプタリアン族ですね。エンディル派です。そして右がこれが龍族ですね。ンキ派です。まあ、ギリシャ神話ではポセイドンと言われてますけども、まあこの中国のこのジョ波と復帰の絵を見ていただきたいんですけども、この、まあなんて言いますか、炎気派が 人間を遺伝子改良したと。そして、まあ、現在の人間が生まれたと。そして、この、ジョガード服ーには持っているのが、コンパスと直角定規となり、そしてそれがですね、現在、フリーメイソンのシンボルマークの原型となったと。まあ、そういうことですね。まあ、これ大変意味深い絵だと私は思います。そして、えー、左の方がですね、これが、バウンダリストーンですけども、この頂点に、イシタールとシャーマーシュが描かれています。大変これも意味深いと思います。 で、これがイシュタールの文章の八方向を示す金星。そして右の方が太陽ですね。太陽光線です。で、シャーマッシは、まあ、ミトラに太陽の神の座を奪われるまで太陽の神の座であったわけです。そのことは、ギリシャ神話の中で表現されていますよね。シャーマッシはヘリオス。で、 ミトラはアポロと考えると分かりやすいです。で、右の上の図がですね、これはマコテさんが届けてくださったんですけども、ミトラ教の真事の様子を表したものです。この絵も大変本当に、あの、意味深いものだと思います。左にいるのはこれがエンディルです。ライオンの顔をしてますね。 日本の狛犬へと繋がっていきます。そして右にいるのが延期ですね。三角形です。これも、えー、アイズ・オブ・プロメテウスが、まあ、現在、アイズ・ o v プロビデンスに言い換えられてますけども、これ延期です。そしてこの星のマークがありますけども、これはディングルと呼んで神。すなわち、ヤーウェイです。そしてこの赤いところもありますが、これは、松明、すなわち、ゾラスタキを表し、白いのは当然、ミトラを表します。で、もう一度この表に戻っていただきますけども、えー、この表の中で、まあ、 一ルは、マリア。まあ、あの、マリアというのは、あの、ヘブライ名、ラテン名なるわけですね。そして、みんな、キリ、イエス・キリストと名を語り、そして、えー、チャーシュー・ブローマン・ヒラキスの現在のローマン・カトリックへと繋がっているということになります。で、三聖体の、まあ、アーティファクトに対する答えを、あ考えなていかなければなりませんね。これは三聖体で見つかっているんですけれども、先ほど言いましたように、ジョガーー・フクニという議論、 を超えてですね、それ以上のあことはですね、わからない、わからないというふうに書いてありますね。で、これはまあ何でもないわけでして、あの、これがですね、まあ、あの、もう一度この図を、表を見ていただきたいんですけども、左が、レプタリアンス、みが、 流族ということになりますけれども、手と足を見ていただきたいと思います。まあ手と足で分類するわけですね。で、手と足があるのがレプタリアン族。そして、手がくるくるっと回って、足がくるくるっと回って、蛇のようになっているのが流族ということになります。こうして分けますと、左の方はレプタリアン族。であり、右の方は流族というこになるわけです。ですから、除去副儀にこだわっていると、謎が解けなくなるということですね。というのはジョーカーも副儀も流族ですからね。 いわゆるものになってますか。人間を改造した延期派、あるいはし延期派、もしくは、あニンフルサングということになるわけです。で、結論はですね、あのー、これがまあ、ラ,ラ,ランスケさんが送ってくださったらいいですけども、上に出ている、まあ上、上の絵のね、上の半分に出ている左右にいるのが、まあ、諸葛婦であることは、もうこれ間違いありませんね。コンパスと直角定規を持っています。そして、ここで、あーランスケさんがおっしゃるのは、井戸尻の土 の、まあ、手とですね、同じだというわけです。まあ、それはあの、そういうことですね。で、これは手がくるくるっと曲がっていると、曲が,曲がっているところに注意してください。で、それがですね、ニンフルサングの、まあ、これメソプタメで発見されたニンフルサングですけども、その手と一致していると。ということは、色イドジリの土器は、いわゆる竜族の誰かを表したものであるということになりますけども、まあ、竜族の蝶である、当然延期ということになるわけです。あのー、神ですからね。 神様のものを作るときにはやっぱり最高神を作りますからね。で、右二つがこれはニンフルサングと。そういうことになります。まあメソポタメで発見された。そういうふうになりますと、このもう一つのレプタリアン族と竜族を見ていただきますと、この井戸尻の土器は土器ではありませんけどね、道具なんですけども、これは竜族を表していると。そういうふうに解釈できるわけです。で、最後に一言付け足したいんですけども、以前から三本指の、まあ、 延期ってことが問題になってますけども、もう一つここで確認しておいて、おいていただきたんですけど、これが、まあ、メソポタミアのニンフルサングです。で、手を見ていただきたいんですね。で、手が、いわゆる、まあ、人間らしからぬスルッとこう、あの、曲がってますね。で、それが、井戸尻の土器と一致している。そして、井戸尻の考古館には、まあ、そうしたその三本指の、えー、そうした三本指の土器がですね、たくさん見つかっています。 で、この手を見ていただきたんですけども、よく見ますとですね、この手がですね、指が分かれてるんですね。まあ、ちょっとはっきりしませんけども、こう、ヘラベッタイ、こう、ヘラ、ヘラのようになっています。で、ちょっとこう、くびれがあって、三、えー、本指と考えると、まあ、あと謎が解けるわけですけどもね。で、土器の方には三本指の、まあ、あ まあ、ど、あの、井戸尻では、カエルというふうに教えてますけども、カエルなんかじゃないですね。神様ですね。カエルなんか土器に放り込むわけがないんですよね。皆さんのうちの仏壇にカエルが祀ってありますかまあ、要するにこれが三本指の、えぇ、ー、土器だということです。まあ、この三本指ということは、すなわち、まあ、竜族の神、すなわち、延期をあ象徴的に表したものだと。私はそういうふうに解釈してます。ということで、三本指の延期という話を終わります。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye!